今までバックを担いだ選手がたくさんいると思うんですけど、うん、まあ、ゾーン、うん、選手がゾーンに入ってて、うん、印象的なプレーやエピソードがあったら教えてください。そういうことも優勝の時は、はい、結構その選手ってみんなすごいその力というかね、実力はもう皆さん素晴らしいと思うんだけど、やっぱり勝つ時ってその運があったりとか、うん、やっぱりそういうのがないと優勝って取れないのかなって思うシーンはいくつかあったかな。具体的に何かあったりしますか？もうずいぶん前ですけど、ダイヤモンドカップっていう大洗ゴルフクラブで試合をやった時に、私平塚哲司さんっていう選手のキャディーをしてたんですけど、優勝する時にもう最終日びっくりするぐらいティーショット林に入るの嘘でしょみたいなこれ流れ悪いよねって思うぐらいこう入っていくのね。でセカンドも、まあ、ちょっと出して3打目で勝負してアプローチをして、でも長いちょっとパターがこれちょっと結構厳しいかなって思うパターとかも、その勝った時はえって思うぐらいことごとく入ってたりとか、ティーショットは林だけど、うん、パターがめちゃくちゃ入ることごとく入ってたりとか、なんかそれもその林の中に入ったボールももう大洗ってすごい松林なのね。だからもう行ったら本当に横にこうちょっと出すだけしかダメとか、もう本当に抜けとかないんですね。ないんだけど、こうそこに抜ける道があったりとか、そういうのがこう、あ、これってもしかしたら勝つパターンってこういう時なのかなとか、あれよあれよという間に勝ってた、そうそうそう、勝って気がついたら勝ってたっていうのとかもありますし、お互い言ってもね、うん、違う人というか、うん、他人じゃないですか、うん、でもなんかこう今日はなんか抜群になんかちょっと気が合ってるなみたいな、気が合ってるなみたいな、あ、常にこうラインも一緒だねみたいな、うんうん、なんか読んでる方とか番手も常にこうバッチリくるな、そうですね、そうだね、なんかそうやって思うと、その東海クラシックで、はいはいはい、こう片岡大輔君と優勝した時に、まあ、その時谷原秀人さんと池田裕太さんとこう3人で回っていて、最終組で回ってたんだけど、まあその時はなんか本当に3人ともゾーンに入ってるんじゃないのっていうぐらい、こうなんていうんですかね、大体3人が優勝争いとか最終組でバンっていくと、ちょっと1人だけこう途中からこうちょっとスコアが優勝争いからちょっと外れてってってあったりするじゃない。でもその時はもう前半3人揃って何個バーディー取ったんだろうっていうぐらい、もうあの人が入れたらこの人が入れ返して、この人が入れたらもう片岡大輔が入れ直し、もう入れもう返してっていう感じで、もうなんかバーディー合戦で、え、これみんなどこまで行っちゃうんだろうっていう、もうちょっと私はワクワクしながらドキドキしながら優勝争いをこうしている身ではあったんだけれども、こうちょっとワクワクしながら見てて、でまあ最後17番ですごい1メーター、2メーター半ぐらいのちょっとスライスラインだったんだけど、まあこれ入ったらちょっと決まる、もう一歩近づくかなっていうところがちょっと入らなかったのね、入らなくて、でまあ、ちょっとその時は谷原さんも、1回ちょっと優勝戦線からちょっと落ちたんだけど、そっからまた最後残り4ホールぐらいでブワーって戻ってきて、で最終ホール、18番で、ゆうたさんと大輔さんと、まあ、ティーショットを打って、でまあその時もやっぱり。なんかこれがゾーンに入ってるのかなって思うのは、こう大輔さんが普段こう池田裕太さんも谷原秀人さんもすごい球が飛ぶのね、はい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 、で、まあ、片岡大輔さんはちょっとどちらかというとその2人に比べるとちょっと距離が飛距離がちょっと落ちるんだけれども、うん、その最終日とかは本当にもう同じぐらい飛んでいて、あ、これがなんかアドレナリンが出てんのかなって、
なんかもう別に目の前の打つこと、うん、飛ばすことじゃなくて、たまたま飛んでるみたいな。もう本当にスイングもリズムもタイミングもすごい良くて、なんかあまり崩れる要素がなかったっていうのはすごいあったかな。で最後、まあ、そのゆうたさんが右のラフに入れてしまって、まあ、18番でその三好カントリーの18番ってすごく難しくって、右のラフに入ってしまうと手前に池があるので、まあ、その池ポチャをする人も多いし、まあ、1回手前に刻んでアプローチをするっていう人も多いし、もう大輔さんはもうフェアウェイの真ん中でっていう、もうそこがちょっと明暗を分けたっていうところで、まあ、ゆうたさんがボギーで、うちがまあ普通にパーを取って勝ったっていう、もう優勝したっていう試合だった。最後の最後のパットあるじゃないですか、あれどういう気持ちで見られてるんですか。まあ、まあこれぐらいの時もあればこれぐらいの時もあればあると思うんですけど、もう本当に OK ぐらいの距離だったら、やったこれで勝ったって、もうやっぱもうよかったみたいな、でもうよかった勝ったって思えるんだけど、やっぱり1メーターとか 1.5 メーターとかになって、それを入れて優勝とかになると、もうなんか見てられないですか。でも最初のうちはね見てられなかった。でももう今は結構こうしっかり打ってね、しっかり打ってないみたいな、もう入るよ入るよみたいな、もうそういう感じで見れるようになりましたけど、いやテレビで見ててもあのパットって本当になんかこれぐらいでもこれぐらいでももうなんか入るよね、えプロだから外すわけないよねとか思って見てるんですけど、緊張するっていうか、それが間近でなおかつずっとそのね何年もついてる、で多分もう本当どんな気持ちなんだろうな。いやもうそこはね、だからプレーオフとかしててもこうそのパターがもう入ってほしいって、もう一生懸命一緒に二人で読んで、でもこうちょっと目の前でこれはできないじゃない、ちょっといくらなんでもお願い神様ってはできないから、あの実は多分ギャラリーの方で後ろから見てる方は多分私がこうやってやってるのは見えてるかもしれない後ろでね、そうそうそう、お願いみたいな、もうなんか自然とこうなってるっていうか、もういやあれは、ね、頑張って入ってみたいな、そうですよね、ありますかねっていう大切なお話、はい、すごいいい話がたくさん今日は聞けました。